4連勝で好調だった愛媛は前節まさかの完敗。一方山口は台風の影響で試合が流れて10日ぶりのリーグ戦です。オレンジ決戦となった第27節を愛媛のホームからお送りします。では愛媛のフォーメーションを確認しておきましょう。愛媛は今日は3バックを予想しました。キーパー岡本、そして前の西岡、リンドの3バック、ボランチに野沢と田中、右に小暮、左に小池、シャドウに神谷と近藤、そして藤本義樹。レノファのフォーメーションも確認しておきましょう。キーパーが吉光で4人のディフェンス、鳥海、ヘナン、渡辺、そして広木、そして三幸がアンカーに入って高井と大崎、高木が右に来るんじゃないかなと予想しました。オナユと山下が左と予想しました。岡本から、ここはまだあります。山下の渡辺のシュートから、そして山下、ここは枠の中ではありませんでした。ちょっとキーパーとディフェンダー、愛媛のディフェンス陣が交錯して倒れている選手もいました。小暮、野沢、二次攻撃が欲しいのは愛媛です。渡辺はよくあのシュートコースに入っていました。小池から、どうだ、来ました、この男が決めた、藤本義樹。いやー、愛媛に移籍して初ゴール。初ゴールは俺さ、ヘディングでしたね。そうですね、素晴らしいクロスで、彼らしい身体能力の高さを生かしてヘディングだったですよね。愛媛の新エース誕生の瞬間です。地元に帰った藤本がホームで愛媛初ゴール。ただワンチャンスを決めたのが愛媛、小池からヘディングを決めた藤本義樹。いいボールだ。そして小暮です。外に藤本、近藤、ナイスキーパー吉光。フリーだったですけどね。近藤のコースを狙ったコントロールショットでしたが、江崎さん、そのあたり三幸も放っていまして、コウスケに助けられていた部分はあるけど、はい、同じようにできないな。うんと、キーパーと1、ここは岡本が抑えました。オナユ、岡本止める。今日の岡本、神セーブ1本目。そうですね。そしてまだ山下が続きそうです。またオナユヘディング、決まりました。同点に追いついたレノファ、失礼しました。判定は大西さん、ファールですね。ファールがありましたか。ちょっと後ろから入ったような形になりましたから、はい、この前のを倒したというところでファールを先に取られてしまいました、はい、ですが決定機作っています。いいパスです。大崎まだある、1対1、大崎また止めた、まだあると、押し込めるか、クロスバーに当たる、ゴールではありません。いや、決定機を作る山口、岡本がちょっと無理かな。大崎もよくフェイントからシュートまで行きましたけど ね、岡本の今日神セーブ2発目、ここはクロスバーです、ミドルシュート。さあ同点のチャンスです。ヘディングシュート、よく止めた。今のはヘナンか。素晴らしい、また神セーブが出ました。いいですね、岡本です。久しぶりに愛媛のカウンター、藤本、あー、いいボールだ。ちょっと右に流れるか、近藤が拾えそうです。ちょっと早かったですね。愛媛がつながる、小池が余裕を持ってここに飛び込んでくる藤本、2点目とはいきませんでした。決定機を作った愛媛、強いですよね、ここは藤本一人で行きます。あ、まだ一人で行く、シュートだ、正面、こぼれたところ、神谷は行かず。神谷でも良かったですけどね、クロスね、はい、愛媛は
平均動員数が3000人です。出ましたね。近藤下げて神谷、うん、神谷の追加点、綺麗なボレーシュート、神谷雄太技術の高さですよね。いい時間帯に追加点の関根牛、あの右隅を狙って打ってますからね。これちょっとしかもタイミング遅らしてるんですよね、はい、シュート打つ振り切るタイミング遅らしてっていう部分では、ものすごくテクニカルなシュートですね。ウサンホからここで出して2番、ここはオフサイドの笛が試合終了ではありません。ここで、うん、長い笛です。愛媛が勝ちました。今日も上位を沈めた愛媛、2試合ぶりの勝利です。山口をシャットアウト、藤本そして神谷というチームを引っ張る2人のゴールで山口を沈めました。